高速道路を走行する特殊ガスを積載した国際会場用の40フィート型ボンベコンテナ。貨物列車で輸送されている国際会場用20フィート型タンクコンテナ。一枚のフラット状態から最大地上高が約4メートルまで伸びるため、聖高貨物の輸送で使われる国際会場用の40フィート型スーパーラックコンテナ。都市まで 参拝輸送用として使われていた内向用ダンプ排出式の20フィート型コンテナ。特定の輸送方式が災害等で途切れた場合は非常措置として代行輸送が行われる。画像は2018年9月に岡山県内で行われた代行輸送の二役風景。粒状の化学樹脂や各種類の穀物を牽引トラクターに特別に装備。 されている装置で、積載されたコンテナをそのままダンプカーのように持ち上げて効率よく排出する方式も盛んに行われている。完成車を鉄道輸送するために開発された30フィート型10トン積みのカーラックコンテナ。貨物ターミナルで荷卸ろしされる宅配小荷物用の31フィート型10トン積み鉄道用の CU2 風コンテナ。 日本のコンテナ輸送では、日本国内の貨物輸送用に使われている大型の輸送用容器として関わるコンテナ輸送について記す。なお、本文中の各所に見られる、そらバン」および空コンテナ、または空コンとの表記は、日本国内において、200施設内の区分表記や関係者間での伝達表現ほか、各種の関係書類などで幅広く認知されている業界用語であり、 コンテナの中には、貨物などが一切ない、文字通り、空っぽのコンテナの略語である。また、ハイワン及び、ハイコンテナ、または、ハイコントの表記は、日本国内において、200施設内の区分表記や関係者間での伝達表現ほか、各種の関係書類などで幅広く認知されている、業界要望であり、経年劣化で、対応年数が過ぎたり、風雨や縁外、事故ほか、 何らかの理由で物理的にコンテナが使用不能となり、いわゆる廃棄されるまたは廃棄されたコンテナの略語である。日本は周りが全て海に面しているために世界的に見ても屈指の海運国である。そのために国内各地は無論世界中への輸送は海上輸送が大きく関わっている。船舶輸送は輸送日数こそかかるもののその輸送力は 圧倒的な存在である。船舶による海外への国際輸送日本の国際輸送は近年加熱するコンテナ船の巨大化の恩恵を受けやすく、また世界有数の貿易大国のためにコンテナの大量輸送はある意味日本にとっては最優先課題となっている。船舶による国内各港への二次輸送スーパー中枢港湾に指定されている大規模な 神戸港徳島小松島港間の二次輸送事例。20フィートコンテナ約100個程度を積載する小型内港船が全国の小規模な港をこまめに巡回して日本の物流を支えている。画像は愛媛県籍の内港船が福岡県のカシーパークポートに入港中の風景。日本の港湾は全国的に不当の水深が浅い地区が多く、この影響により パナマ運河を通行できるパナマックス船のほか、急速に世界的な流れになってきている2万 TU 級のコンテナを積載した船が接岸できる港の整備が競争相手の諸外国と比べ遅れている。そのため、昭和時代には世界有数のコンテナ取り扱いをしていたが、近年大きく後退している。そこで国がスーパー中枢港湾を指定し、 手厚い支援により従来の1万 TEU 級の大型コンテナ船が接岸できる目安であった水深14メートルよりもさらに深い18メートル級の大水深埠頭の整備を行ったり各種の規制を緩和したその上でこれらの港を拠点として全国各地に散らばる大小様々なコンテナ港の間で数十個数百個程度を積載できる中小の内航船により 二次的に再輸送するという構想である。またこのような大規模な二次輸送計画の他に、従来からある多くの地方港で開設されている国際航路では、例えばアジア地区への航路はあるが、欧米向けの航路がなく、欧米との輸出入が直接できない、あるいは一つの定期航路が一週間または数週間に一便しか寄港しないなどの事例もある。さらに、 厳しい物流環境下の一部の港では、管轄する自治体が、飛行時の最低積載個数として、コア集めるとの条件で誘致するも、諸犯の事情で達成できない環境が続いた場合には、時に運航会社からの申し入れ一時的に、航路休止、または航路廃止などに陥る場合もあるなどのリスクも常に、抱えている。 このように地方港では輸出入の大幅な制約やリスクがあるなどの弊害も多く活発な物流ができない地域も珍しくない。そこでこれらの弊害を解消するための一つの手段として地方港で海上コンテナが流通し始めると同時にそれぞれの物流事情に合わせて大規模港向けの二次輸送以外にも地方港同士を結ぶ定期 または不定期運航の内向フィーダー船も頻繁に利用されて日本全国の海上物流網が構築されている。さらに極端な事例では東京湾内で行われている横浜地区の各不島から対岸の千葉県側の不島間の短距離を橋家などに数十個程度の小口となるコンテナを乗せて輸送されている。これは東京湾岸の幹線道路が 日常的に停滞しているために、増え続けるコンテナオリクロでは、円滑に運べずに滞っている物量の迂回路と、大型牽引免許を保有している、ドライバー不足に対する苦肉の策として行われていて、関係自治体からは、各種の運賃補助などの手厚い支援策も行われている。また、東京湾地区以外の一部の地方主要校でも、 同様及び CO2 排出削減に向けたモーダルシフトでの陸上コンテナ輸送の環境改善のために内航線への輸送シフトに際して条件付けながらも輸送費の一部を負担している地区もある。1970年代に日本国内で撮影されたトラクターで牽引されているマースク社の40フィートドライコンテナ。日本初の国際海上コンテナ輸送は 昭和42年8月より運航が開始されたマトソン社のコンテナ船に付随する日本国内での陸上輸送方法としてトレーラーによる輸送が始まった。以来、航路開設に合わせて新規に設立された日本コンテナ輸送や国際コンテナ輸送などの海上コンテナ輸送専門の運送会社のほか日本通運などの既存業者による新事業としての参入が相次いだ。 またその時々の社会情勢や道路事情により、輸送できる専用シャーシーの開発や、関連する車両の車体寸法、強度や安全輸送上の構造、積載重量等の運用ルールの制定、さらには高速道路等での通行許可の緩和優遇処置など、いくたの関連法律や、各種利用制度の新設及び改定などを経て、今日に至っている。詳しくは、 以降の個別項目を参照してください。重量規制これまで日本国内での海上コンテナの陸上輸送はコンテナ本体の重量とコンテナに積載できる貨物の最大積載重量と合計した総重量として道路交通法上の最大規制値が20フィートコンテナでは2万3 2 0ラム及び40フィートコンテナでは 2 4000キログラムまでのものもに限られていたこれは当時の世界的な最大積載基準値を大きく下回っていたために世界基準に順じて日本国外から輸入されてきた積み荷を満載したコンテナはそのままでは日本国内を陸送することができなかった。このために場合によっては国内基準に合わせるために輸出元の国内で事前に積み荷を減らしたり コンテナを陸揚げした港の港湾施設内で開封し、国内基準に合うように別の複数個のコンテナへ振り分けたり、また少量の場合は別便のトラックへ振り分けるなどの対策が行われてきた。これらの作業には膨大な手間と人件費のほか、追加するコンテナの使用量や増車分のトレーラーの運送量などが発生し、深刻な物流弊害が起こっていた。 このように国土の狭い日本特有の交通事情などの弊害が改善さけなければ、本来のコンテナ輸送の目的である、陸海一貫輸送が円滑にはできない、あるいは追加の諸経費を最終的には、積載貨物に上乗せされ、結果的に海外商品の高騰を招くなど、物流関係者や荷主からの不満が強かった。これら、長い間の根強い不満に対して政府は、 1995年3月に閣議決定された規制緩和推進計画によって認定を受けた三軸仕様のコンテナ、輸送専用シャーシとトラクタの組み合わせによる輸送がようやく認められるようになった。この規制緩和により最大規制値は20フィートで2万4 0 0 0ラム、40フィートコンテナで3万4 8 0ラムまでに引き上げられ、 当時の世界的な最大積載基準値での輸送が合法となった。これを機に海上コンテナの輸送環境が大きく改善し、例えば国内産と中国などからの安い輸入商品との価格競争でも有利になるなど、その経済的波及効果は輸出入を問わず飛躍的に広がって今日に至っている。なお、認定を受けた三軸仕様のコンテナ、輸送専用車足と トラクターへ切り替える輸送業者の負担を考慮し既存の車両に必要な構造変更を施したものについては2008年3月末まで使用の継続が認められていた。また特記事項として20フィートコンテナはほとんどが自重が約3 0 0 0ラムから3 5 0 0ラム未満のため通常の流通過程で頻繁に発生している空コンテナとしての改装や 中古として空コンテナの売買に伴う輸送では、中型自動車免許で運転できる4トン積み程度の単体構造の中型トラックでも可能である。ただし、コンテナに積載した貨物重量を問わず20フィート以上の海上コンテナは、すべてトレーラーのみでの輸送が法律で規定されている。なお、例外として1969年から始まった国鉄による 日本国内専用の鉄道用20フィートコンテナに関しては、総重量が12.3トン以下に規制されていたので、当時から10トン級、トラック単体での輸送は可能であった。車高規制近年、さらなる物流経費の節約や、輸送効率の世界的な流れの中で年を追うことに、急増し続けている、いわゆる、聖高コンテナを現在、日本国内で使用されているコンテナ、 輸送専用シャーシに積載した場合、コンテナを直接乗せる、荷台部分となるシャーシの最大地上高、約1200ミ、mm、リメートルを含めれば、約4100ミ、mm、リメートルとなり、日本の道路交通法で定められた、通常の車高規制値である全高3800ミ、mm、リメートルを超えてしまう。しかしこの種のコンテナを積載した状態で、高さが3800ミ、mm、リメートル以下となる。 超低床車体の開発が不可能であることや、海上と陸上を一貫輸送するコンテナの性格上、全校でも触れたように近年、国際的な輸送可能重量に改善された経緯もあって、貨物をありに分割できない現状などの事情から、道路交通法第57条3項の規定の対象としない、特例措置として取り扱うこととなり、事前に定められたルートに限り通行が可能なった。 大型製高コンテナ積載車の通行が必要とされる幹線道路網は2006年6月現在、日本国内で約2万 9000km とされており、そのうちの 560km47 区間で1時期通行が制限されていた。これについて国土交通省は2010年代半ばまでに解消する計画を持っていた。その後、 整備が進んだ結果、2018年3月に重要物流道路制度が創設されたことにより、道路管理者が道路構造などの観点から支障がないと認めて、指定した区間に限定して、道路を通行する車両の制限値を引き上げることにより、一定の要件を満たす40フィート製託下コンテナ車に限り、通常は申請して認可されるまでにほぼ1ヶ月程度を要していた。 特殊車両通行許可を不要とすることとなり、一段と聖高コンテナ輸送が盛んになってきた。これら一連の改善により、国内での重要物流道路のうち、2019年7月31日より、以下の総延長距離約3万キロメートル区間において、40フィート聖高コンテナ車の通行が可能となった。3種類道路の合計約3万キロメートル、 物流改善研究の試験輸送をすでに海外では広く流通している45フィートコンテナ。海外でのコンテナターミナルにて、2005年に ISO668 規格として定められてから中国航路やアメリカを筆頭に世界的に普及が進んでいる45フィートコンテナを国内で本格的に運用するために、 平成22年11月16日から11月20日にかけて仙台塩釜港高砂コンテナターミナルから約 30km 離れた岩沼市の東洋ゴム仙台工場との間で試験輸送を実施した。これに際して輸送を担当した東北飛車総運輸が購入したコンテナ輸送専用車シ,シは オランダのブロソイス社製で、このシャーシの特徴は、全部も後部も伸縮する、20、30、40、45フィート兼用の特殊な3、軸シャーシである。これに、日本国内の法規に準拠するよう一部改造を、加えて、本実験では45フィート用シャーシとして、平成22年10月27日に、車検合格及びナンバープレートを取得して、 行動を走行できるようになった。東京貨物ターミナルで一般公開されたコンテナ積載貨車1両に20フィート空コンテナを3個を搭載した事例の展示風景。日本国内で流通している海上コンテナの全長サイズは近年築限定で運用が認められ始めた45フィートサイズのごく一部の特例を除き最大で約12メートルもあり。 日本貨物鉄道が一手に運用管理している鉄道専用コンテナの最大値より約3メートルほど長い。また、全項のように個体操重量も大きく違うために JR 貨物では減損する鉄道貨車の改良や効率よく積載可能な新車の増備を積極的に進めており、会場用コンテナを搭載可能なコンテナ車も多数存在する。 しかしこれらの新型コンテナ車での会場用20フィートコンテナを3個搭載可能とする形式の最大積載量は40.7トン積までである。反面、国内最大積載重量が48トン積みの形式では、車長が約6メートルほど短く、20フィートタイプを2個または40フィートタイプを1個のみの搭載となっている。 これは諸外国と比べると、線量幅や最大車高、最大車幅等が大きく規制されているために、現行の規制地内で車体を重量耐久構造で製作することが困難であることから、コンテナ車1両あたりの最大積載量が小さく抑えられてしまっている。なお、コンテナ車1両に20フィートタイプを3個搭載して輸送しているときは、ミリコンテナの場合では、 最大積載量の40.7トンを超えてしまうので、1個あたりの平均総重量が13.5トン以内に収まっているか、もしくは空コンテナの回送運用のいずれかの場合に限られている。日本全国では典型的な海洋国家ゆえに62項もの港で国際用海上コンテナが扱えるので、コンテナを利用する利便性はある意味では非常に高いと言える。 しかしその反面、これらの港オットには、東京湾、伊勢湾、大阪湾及び、東京港、大井コンテナターミナルの両地区は、施設が自動化されているので迅速な二役作業ができる。のように、世界中ほぼ全ての地域を結ぶという非常に便利性の高い港もあれば、近海のごく限られた航路で、しかも週に1便程度の定期船しか入港しないような港もある。 さらに、例えば通常の貸切りトラックなどによる専用輸送で帰りが空車となる片道輸送の場合には、荷主に対して利用したその車両の帰り便としての運賃自体は特段の契約条項がない限り基本的にはほぼ徴収されない。しかしトレーラーによる会場コンテナの輸送料金では配達先でそのコンテナ自体までを下ろさない限り、 配達が終わってのキロ時にも、基本的には経引しているシャーシー上に、空のコンテナという、数トンの貨物を輸送していることになる。この軽量ながらも帰りに状態という特殊な事情と、運転手の待遇改善ために、先に述べた貸切トラックなどでの往復輸送時によく適用される、キロ時にも帰りにありで半額割引なる割引もない。 国交省認可特例での配達料金が加算されることにより往復ともで2倍となる輸送料金がかかる。またその他に高速道を利用すれば往復のこれらの処刑費がかかり、結果的には国内での陸上輸送費が非常に高くなるという日本国内特有の事情がある。このために、例えばアメリカから金沢や新潟地区へ、 外国貨物を輸入する場合は、大型コンテナ船で太平洋を越えて対岸となる東京港で陸揚げして、陸上を2倍増し料金で数百キロも運ぶよりも、アメリカから関門海峡を通って迂回して、富山港などへ一度寄港し、ここでコンテナを積み替えて、日本海側の目的地近くの港に運ぶ。または東京港で陸揚げして、さらに内港船に積み替えて、 瀬戸内海を通って迂回し二次的に海上輸送する方がいずれも金沢や新潟の各地方向へ一度に大量に輸送できる。このために迂回に伴う多少の輸送日数と当然のことながらも日本海側の着地港から配達先まではたとえ近距離であっても2倍となる陸送費はかかるが結果的にはトータルコストが安いといった事情も関係している。なお、 62校のうちの13校は年間のコンテナ扱い数が1万 TEU 以下である。不残校が韓国のコンテナの80%を扱っているのとは対照的である。2002年に国土交通省はスーパー中枢港湾政策を打ち出し、2004年に東京湾、伊勢湾、大阪湾を日本の中枢的な港湾として指定して、投資と開発によって 国際競争力を回復しようと図っている。下記のデータでは確かに地方の公安は数字の上からも切り捨てに成功したことが読み取れるが集中されたはずの東京、名古屋、大阪でのコンテナ扱い数はそれほど良い数字とは見られずアジアでの主要公としての地位はすでに過去の栄光となってしまっている。2011年4月にはさらなる選択と 集中に基づいた改正、港湾法の施行により、国際コンテナ戦略港湾として、阪神構築内の及び京浜構築内のの警護港が選定された。日常的な荒波で旅客用桟橋すら設置できない沖縄県や東京都の一部の離島地区では、一種のカゴコンテナで人々の乗降作業を行っている。14年間にわたり、 瀬戸内海に浮かぶ豊島直島間 8km のみの海上輸送限定でフェリー輸送だけに従事していたパ拝輸送用20フィート型コンテナを積載した専用のダンプカー。日本には多くの離島が存在するがその中のいくつかの離島では独自のコンテナ輸送が離島の生活を支えている。それらはフェリーを使用した本と沖縄本島を結ぶ長距離航路や 新潟と佐渡島を結ぶ近距離航路のほか、九州地区に散らばる一部地域の離島で見受けられる利用者が少数のために、採算的にフェリーが就航していない地区や、関東地区の伊豆諸島などの航路では、貨客船や小型貨物船で生活物資輸送を行っている。これらの離島航路に使われているコンテナは内航コンテナと呼ばれている。 内向コンテナは国際規模で使われている海上コンテナとは別に10から12フィート型の国内専用コンテナを主体としているが地域の流通事情に応じて地区によっては5から8フィート型などの小型のコンテナもあるこのような多種多様な内向用コンテナを多く使い日本国内独自の流通体系を確立している世界的に展開している 海上コンテナ輸送に例えると使用されるコンテナの種類やサイズなどが各地域や国々で大きく異なるように内向用コンテナでも全国的に共通して見かけるタイプもあればごく限られた特定の区間だけでしか見ることができないタイプもある。これらの内向用コンテナの2役作業は多くの場合、不当にあるジブクレーンまたはトラッククレーン車や 船に装備しているクレーンで入港時に積み下ろしをする。一方、大小無数の島々が散らばっている瀬戸内海地区は日本一の離島地区であるが、東側より赤市海峡を走るート、瀬戸を走るート、島並海道ルートで主要な島々の多くが結ばれていて、地理的環境にも恵まれているので、内向コンテナによる貨物輸送は主流ではない。これは、 橋がかかっていない島々の多くは無人島であり、また、友人の島でも最寄りの本土の港から遠くても1時間程度で渡れるような比較的狭い範囲に点在しているため、昔から小型フェリーのほか、乗用車が2から3台くらいしか積載できない小型の自家用船や渡し船などの流通手段が多く、逆に専用コンテナを利用する方が、 時間や維持管理費の方が高くつくといった事情があるためである。これらの瀬戸内海地区特有の事情により一部の例を除き流通していないに等しい。港に並べられたコンテナから各自の荷物を係員の指示で直接引き取る風景小規模な離島地域では基本的にはいわゆる営業所渡し的な扱いとなる。メインとなる輸送手段は コンテナ専用の内向性をはじめ、各種フェリー、貨物船、貨客船、橋家などの、いわゆる、船舶がメインとなる。次に、各港から顧客口までを、いわゆる、配達する各種のトラックが担っている。変わった事例として、小規模な離島では、陸揚げされたコンテナは、タンクコンテナや農協、漁協、拠点小売店など、 特定の荷主員以外は人手不足等の事情もあり、基本的には荷上げした港で中身を直接での受け渡しとなっている。また地域によっては、例えば、与論島での生活物資を一手に引き受けている小売店まで通常の中型トラックにコンテナを乗せさらに配達先の小売店ではコンテナの中身を下ろすことなく、コンテナそのものを直接に先に下ろし、 ドアを開けてそのまま中身を販売する。さらに空になったトラックには、すでに空になって留置していた別のコンテナを積み込んで持って帰る方法も行われている。これらの一連のコンテナ荷役のために、通常は港で動いている10トン程度の中型フォークリフトが配達トラックと一緒になって移動し、配達先でもコンテナ本体の荷役する光景も日常的に行われている。 これを鉄道に例えると5トンコンテナしか取り扱わない地方の小規模貨物駅で到着した12フィート型コンテナを積んだ2ウントラックの後をナンバープレート付き中型フォークリフトがノロノロと行動を数キロほど走り配達先のホームセンターで空コンテナと入れ替えてまた貨物駅まで戻るという普通ではまずありえない輸送方法も行われているイメージとなる 鉄道輸送に関しては、内航コンテナの正確上地域を限定して運用される事例が多いことや、鉄道輸送で必須となる、コンテナと貨車をつなぐ禁定装置または、ツイストロックの統一規格が、鉄道基準と適合しにくいことにより、鉄道での輸送は、全国展開している日本通運の鉄道、内航圏用ドライコンテナ、U19A 及び、鉄道、内航圏用通風コンテナ、 UV19A 程度である。しかし、現状では、これらのコンテナも数百個単位で、JR 貨物の公認形式を取得してはいるが、鉄道輸送は稀で、もっぱらない公船での輸送となっている。また近年では、リース会社のコンテック社が管理している20フィート型冷凍のほか、一部の化学樹脂メーカー系の20フィート型ドライコンテナが多少利用されているが、 やはりごく限られたほんの人にぎ程度の事例に過ぎない。日通内航コンテナとして最初に登場して全国で活躍していた旧統一色世界的にも複合輸送を展開している日本通運は北海道から東京、東京から瀬戸内海側の主要地方向を経由して北九州航路及び東京から北九州までを自社所有専用船、または 小船三井フェリーとの共同配線で定期的に運行している。この定期航路に使用されている大量の内向用コンテナは統一された新旧3種類の企業カラーを使い、さらに全種類のコンテナで統一された管理番号を使っている。そのために、例えば北海道地区の所属であれ、博多地区の所属であっても全く問題なく利用できる。また、東京、大阪、 博多、鹿児島の各港からも沖縄定期船として新色のグレータイプを加えて日々大量に輸送されている。その反面、前期の専用定期航路の各営業所をはじめ、絡む航路から完全に外れて孤立している地区の営業所を含め、営業所ごとの事情に合わせて運用されているカラーリングや本体構造、寸法、さらには 個体管理番号までもがセンサ番別の処理、ご当地キャラ的なコンテナとなるものまで多彩に揃っている。ISO668 国際コンテナと基本的には変わらないが、あくまでも通関業務のない日本国内専用に運用されているので、例えば日本のコンテナ輸送ペンコンテナのように使い古したドライコンテナなどの外壁部分の一部を切り取って格子窓や 金網窓を取り付けた継ぎはぎだらけ状態の応急的に改造したコンテナや逆に一部の離島輸送ならではの超特殊コンテナも含め実に多種多彩であるドライコンテナ本土佐渡島間だけで専用運用されている内向用コンテナの一例佐渡汽船所有の間口6フィート奥行き6フィートタイプの小型コンテナが1階につき2列で2段席の風景 積み荷は ISO コンテナと同じである。サイズは国内の離島への生活物資輸送と国内各地を長距離海上輸送するため10フィート型、12フィート型、20フィート型を中心に運用されているが地域によっては6フィート前後の小型タイプや逆に長距離輸送の場合は単体ではなくシャーシー積載状態で40フィート級も利用している。コンテナ内部は 基本的には、打ち張りなどは、ほとんどなく、やはり夏場での積み荷の結露やコンテナ内部の温度対策には、注意が必要となる。ただし、日本通運が、東京北海道航路、東京九州、瀬戸内航路、東京沖縄航路、大阪沖縄航路など、広範囲に運用するドライヤー通風コンテナには、長距離輸送に伴う、気温差による結露対策として、 逆にベニアなどでの打ち張り仕様が大多数を占めている。ハイキューブコンテナ税関検査が絡まない日本国内の内向専用コンテナは強度や本体を固定するためのツイストロック用の四隅ホール一致などに一定のコンテナの実規格で国内用規格があるものの小さな通風口を取り付けるネジを特殊な樹脂で固めてしまうなどネジ一本の取り付け加工方法まで厳格に 国際規格で規定され、そして運用されている国際会場コンテナとは大きく異なっている。これらの事情や、ほとんどの内航専用コンテナが特定の関係業者しか携わらないほか、輸送される地域や区間ですら、非常に限られているために、ハイキューブコンテナの目安となる警告色などによる表記類は、全国的に展開している日通のの本体番号で始まる。 コンテナ以外では、ほとんど見かけない。このために、外観から見分けるには、寸法表記を見るか、他のコンテナと高さを比較するなどの方法しかないのが、現状である。リーファーコンテナ関西の工場より、沖縄地区へ、内航線で、マクドナルド社の冷凍食品を専用の20フィート型、冷凍コンテナで輸送している。国内専用で運用されている電源が必要な、冷凍、 冷蔵コンテナには日本国内のリーファーコンテナで触れている方式とほぼ同じ複数の方式が取られている。しかし基本的には船舶とトラックだけで輸送するために鉄道と違い常にコンテナ外部からの給電ができる環境が整っているのでほとんどのコンテナが外部からの給電のみで作動する電気モーター方式が大多数を占めている。また コンテナここに独立装着した小型発電機で直接、給電するディーゼルエンジン付きの単独方式でも、基本的にはディーゼルエンジンを止めて、代わりに専用の電気ケーブルを接続し外部からも、給電できるような併用式が原則である。これは、船舶での輸送中に、例えばトラックに積載して、カーフェリーへ乗船している場合やコンテナ単体での輸送中であっても、ディーゼルエンジンは、 船舶火災防止のために原則、停止状態にするよう法律で規制されているためである。併用式であれば、エンジンを停止しても、船舶から給電すれば問題ないが、完全なディーゼルエンジンだけの単独方式では、船舶からの給電はできないため海上輸送は、不向きである。サーマルコンテナベンチレーターコンテナタンク、コンテナ国内の離島への輸送用に使われている。 ガソリン輸送用の10フィート型タンクコンテナ。ラックコンテナバスケットコンテナプラットフォームコンテナカー、ラックコンテナ家畜、動物コンテナ本土沖縄、南九州離島地域で活躍するマリックスライン所有の内向専用、10フィートハーフ型家畜輸送用、動物コンテナ。日本では、主に九州地区の離島、本土間で地域のブランド牛や豚を輸送するために、 いわゆる動物コンテナの需要が多い。これらの需要に対応するために、動物輸送用コンテナの種類も、輸送区間や動物の種類等の事情が大きく反映されている。日本の鉄道コンテナは、戦前の1931年に試作された一トン積みの移合コンテナに始まるが、戦時中の金属教室によって全廃された。そして戦後、 トラック輸送に対抗すべく3トン積3000系コンテナ5トン積5000系コンテナの試作、試験輸送を経て1959年11月から、正式にコンテナ専用列車、宝号として、潮止め梅田間で5000型など数種類の10フィート型5トン積みコンテナを積載して、運用を開始した。この10フィートの5トン積みコンテナが荷主にとって、取引単位や、 大きさなどからも非常に扱いやすいサイズであったため、このサイズをもとに日本のコンテナ貨物は現在の主流である12フィートサイズへと拡充していくこととなる。一方で鉄道貨物輸送開始当初より伝統的に続けられていたヤード集結型輸送の貨車輸送は戦後日本の高度成長時代に伸び続けた。しかし現代では 当たり前の荷物がいつ頃届くという予定が輸送途中での貨車を何度も切り離しては組み替えて再輸送するヤード集結輸送方式ではほぼつかめず到着間際にやっとわかる程度の致命的な欠陥を抱えていたこのような輸送効率の悪い状況下でも国鉄貨物の輸送量が増え続けてついに1964年をピークに輸送限界に達し その影響によりさらに輸送遅延がひどくなった。また当時はトラックなどの他の輸送方法も手薄だったことも重なり、国鉄は抜本的な輸送改革を求められ続けた。しかし1964年度に赤字に転落した後、累積赤字や度重なる労働争議の影響で輸送改革は思うように進まず。 その後の相次ぐ高速道路の開通や地方までの道路整備が進み、急速に輸送日数も早くまた、配達日程が分かりやすいトラックに輸送シェアを奪われ、鉄道での貨物輸送量は年々激減し逆に、赤字は膨らむ、一方の悪循環に陥っていた。その結果、ついに抜本的な対策として1984年2月1日、 国鉄ダイヤ改正貨物列車の大整理に合わせて、ヤード集結型輸送を廃止し、多くの貨物駅を拠点となる大型貨物駅に集約して、コンテナ貨物列車や一部の物資別専用列車による発送から到着までを途中で貨車の組み替えすることなく、直行型輸送に一斉に切り替えた。また国鉄が管理している私有コンテナに関しては、それまで、 専用のタンク車で長年輸送されてきた各種化製品についても輸送方式の変更により多くの貨車が余剰廃棄となる中でごく一部のタンク車しか生き残れないために国鉄は私有タンクコンテナや鉄道コンテナ化への変更を荷主に求めていったことで主に20フィートサイズの私有タンクコンテナに切り替わっていった日本で最初に登場したコンテナ列車 特急貨物列車だから号。1960年頃。国内の地域によっては、中小の私鉄各社が JR 貨物からの輸送委託を受けて輸送区間限定で運用されているが、国内の鉄道で輸送されるコンテナはすべて JR 貨物が総括管理している。このため、海上コンテナを含む どのような形式のコンテナであれ、JR 貨物での輸送用コンテナ形式としての承認登録が必要であり、登録後は完全な輸送管理下に置かれることになる。旧国鉄所有のコンテナ詳しくは、旧国鉄コンテナ登録規格を参照。JR 貨物所有のコンテナ災害時の代行輸送に備えて、JR 貨物の12フィート型ドライコンテナ、19、 D7030 番の屋根四隅に設置されたブロックホールの前景。日本国内の事情に基づく独自の12フィート型の各種コンテナが主体であるが、ごく一部の形式に15フィート型のように特殊な大きさのドライコンテナもあったが、他のサイズとの共存もできないために使い勝手が悪く発展することなく、現在は形式消滅となっている。 2012年から正式に導入された31フィート型フルウィング側面2枚より使用のドライコンテナは2016年9月までに140個が導入された。また、12フィート型の隠しコンテナは向きを変えることで新幹線と在来線の両方に対応できるよう配慮されているが、新幹線によるコンテナ輸送は計画はされたものの実際には行われていない。 特記事項として、1995年に発生した兵庫県南部地震をきっかけに、災害時等の輸送障害などを考慮し、震災以降に登場した12フィート型コンテナには、鉄道代替手段である内航船による海上輸送ができるように、船舶積載時の釣り上げ、200に使用する隅から装備のコンテナが、今日までに多数増備されてきている。9 国鉄及び JR 貨物以外の民間所有コンテナを幅な規制緩和を受け新しい輸送建築限界に対応して自動車を二段積みにできるドーム屋根の新型コンテナも登場した福岡神田港駅川崎市のゴミ輸送専用コンテナの一例川崎市自ら所有する12フィート型の粗大ゴミ専用コンテナウム 8A1000 番台 川崎市より委託を受けている、全国通運所有の空き缶専用12、フィート型コンテナ、ウム 8A0 番台。従来は、鉄道用コンテナの多くが国鉄、または JR 貨物の所有であったが、1990年代以降に、鉄道主有コンテナでの規制が大きく緩やかになった。これを受け、紙輸送列車や化成品輸送列車を中心として、トラックによる、 一般路線貨物輸送も含めてコンテナ列車会のモーダルシフト化が一気に進んだ。このために規制が緩和される以前の1970年から始まっていた鉄道私有コンテナ制度ですでに登録されていた一部の限られた民間企業のほか新たに多数の運送事業者やリース会社ほか農水産食品会社各種製造企業さらには一部の市町村などいわゆる 専門輸送業者以外にも多くの企業や事業団体、行政機関までもが所有、または仮受け使用しており、運用業種は多種多様になっている。中には、ISO668 コンテナと同規格の総重量24トン級、20フィート型の鉄道支有コンテナも存在するなど、JR 貨物が認定した大型コンテナも急速に増えてきている。その後2千年代に入り、 急速に利用が伸びている私有コンテナとして登録されている31フィート型の隠しコンテナは2013年9月1日現在で2682個登録されている。また1995年10月より始まった行政機関である神奈川県川崎市の自社所有コンテナ輸送事例は日本初のゴミのコンテナ輸送家のモデルとなった。これは 立花の処理センターに集められた生活ゴミが専用コンテナに詰められ、梶ヶ谷貨物ターミナル駅から浮島町まで専用の貨物列車で運搬することで、本来では膨大な台数で往復する清掃車が招く環境負荷の抑制及び道路渋滞の緩和にも大きく役立っている。その後、川崎市の輸送実績を応用した埼玉新都心建設工事で発生した 大量の残土輸送事例を皮切りに、全国各地での下水処理場から排出された汚泥輸送のほか、近年の全国規模で多発した災害ゴミなどの効率的輸送化へと発展している。特筆事項として、私有コンテナとはその名の通り、JR 貨物以外の会社や団体が所有し事故のスケジュールで運用している、いわば私物のコンテナである。そのために、 コンテナ本体のスペースには JR 貨物から指定された最低限の記載義務事項や危険品や特殊品に関しては関係する法令で定められた表示事項と各種の保安上の規制色や社会通念上の概念を守れば使用する色彩やデザインを駆使して自由に表現できる。日本の鉄道コンテナ輸送を全国で展開するには鉄道貨車での輸送は無論 関連する二役機器や輸送トラック等において全国共通のルールを制定し円滑なコンテナの流通を図ることが必須となる。そのようとなるのが使用するコンテナの基本的な大きさや重量などの約束のほか関係者がどこにいてもその流通の仕組みを容易に理解してコンテナ取扱いのスムーズな作業ができるようにある意味車に取り付けられている。 ナンバープレート的な表記ルールが必要となる。この表記ルールは、1959年3月に、鉄道コンテナ輸送の原型となった10ヒート型のドライコンテナが登場して、以来、60年間にわたり、幾多の諸問題を解決しながら、コンテナの登録企画として発展し続けてきた。以下では、旧、国鉄時代及び、 現在の JR 貨物時代それぞれの組織的な時代の流れでの主なコンテナ登録規格を期する。旧国鉄コンテナ登録規格旧国鉄時代における鉄道コンテナの規格は次のように定められている。JR 貨物コンテナ登録規格旧国鉄時代との大きな変更点は大きく分けて以下のように分類されている。V19。通風仕様で 内容積18.5から19.4立方メートルの間に属するコンテナが対象となる。規格外コンテナに表示されている規格外マーク。現在の日本における鉄道コンテナの規格は、旧国鉄時代の4種類規格から3種類規格に改められている。上記の規格より、各数値が大きい場合は、規格外コンテナとされ、積載貨車や、 運用区間が限定される場合がある。規格外コンテナは黄色の菱形マークに高さ、長さ、横幅、総重量を意味する HLWG の各1文字が個別に書き込まれている4個の三角マークが付けられ、そのうちのどれかの値が規格内であればその部分は黒く塗りつぶされる。例えば横幅が規格内の数値であれば四個の三角形からなる菱形マーク内は、 高さ、長さ、総重量が個別についた3個の三角マークと、ただ黒塗りだけの1個を合わせた菱形マークが表示されることにいる。逆に、横幅の1つだけが規格外の数値であれば、4個の三角形からなる菱形マーク内は、横幅が1個の三角マークと、ただ黒塗りだけの3個を合わせた菱形マークが表示されることにいる。 私有コンテナ登録企画私有コンテナ登録企画には旧国鉄時代に制定されるも今では登録が終了した旧式登録企画と現行の JR 貨物で制定されて日々登録が続いている新式登録企画の二通りが存在している日本の鉄道輸送の運営母体は旧国鉄から始まりその後の民営化により現在では JR 貨物という 民間会社が一手に担っている。現状下では、JR 貨物以外の民間会社が所有している。私有コンテナの一部には、旧、国鉄時代に新規に製作、登録されたコンテナもわずかではあるが、多少なりとも、未だに、現役で運用されている。しかしこのような運営母体が途中で変わったという、特殊な事情ゆえに、種類によってはもともと、旧、 国鉄時代での種類区分がなく、JR 貨物発足後に新たに生まれた種類も、多少ある。この現状に即して、そのような場合のみ、このコンテナは、JR 貨物発足後に新たに生まれた種類である。または、このコンテナは、過去には混在していたが淘汰されて、現在は、JR 貨物での登録のみ。胸の注釈をつけ、それ以外では特に注釈はつけず旧、 国鉄と JR 貨物それぞれで登録されたコンテナが混在している現実として表記を進める。積み荷は国際用 ISO668 ドライコンテナと同じである。運用形態は JR 貨物が所有するコンテナと JR 貨物が輸送を認め私有コンテナとして登録した官民が所有する形態に分かれている。使用するコンテナは 別期の通りのサイズ規格により厳格に分けられており、国内鉄道での運用が基本のため、また、日本の商喚集や顧客イメージ及び、コンテナ内での貨物の積み付け、所持情を反映して、海上コンテナや内向コンテナで主流を占める鉄板剥き出し仕様はない。逆に、湿気防止のベニア板を貼り付けた内張りがあり、その他に、積み付け用のフックラッシングレールなどの装備が、 充実している。ただし、打ち張りのない代表例として、旧国鉄時代に国鉄所有で当時の危機的財政難の折に製作コスト節約のために新形式として登場した C35 系の事例がある。しかし、登場間もなくからこのコンテナを使用する荷主や輸送関係者から湿気による積み荷の変質や剥き出し鉄板との摩擦による積み荷の既存事故、 苦情型発し、通常の輸送には不向きとされその後、打ち張りを急遽復活させた新形式 C36 型に移行し、余剰となった C35 型は早々と淘汰されたり、産業廃棄物輸送などに転用された。また、JR 貨物への移行にあたり、各コンテナ種類や形式付与ルールが大幅に変わり、ある意味再分化されたために煩雑感も否めなく、なってしまった。 この影響下で時代の流れとともに取り扱う貨物内容も旧国鉄時代では思いつかないような事例が多発し、またそれに対処するためにも全く新しい構造をしたコンテナも次々と開発されてきた。もともとこのドライコンテナ自体がコンテナの生まれた基本形である箱型であるために工夫次第では以後に触れるホッパタンク、冷蔵、通風、自動車用などの 極端に言えば、多くの特殊コンテナの代用にもなりうる。そのような汎用特性からごく一部の事例を除き、基本的には、ドライコンテナという原則を超えない範囲で、特殊な構造仕様も登場してきた。特殊事例昭和40年代に、当時は私有コンテナの5トン積み10フィート、または12フィート型では、ドライコンテナが認可されていなかったために、旧、 国鉄所有の C20 系コンテナの一部を民間事業者にリースという形で貸し出す制度が試験的に始まった。この制度を利用して借り受けていたクル米運送への割当てコンテナの室内に断熱材を貼り付けて簡易的な保冷仕様として登場した。本格的に登場したのは昭和45年から登場して利用が急拡大していた。 UC5 型を使用していた一部の事業者が、主にブランド米品質の安定と、銘柄価値の向上で低温輸送をするために、主に東北地区間と関西地区間で流通するコンテナを対象に改造、または、新造して配備していた。導入にあたり、新潟組合運輸のように新造した、UC5 から5344から5357までの14個すべてを割り当てた。 保冷輸送専門の事業者も存在していたが、最終的には4000個以上も大量配備された UC5 系の中に占める個数はわずかであった。このために、元々の形式区分はドライコンテナのために本体にわざわざ保冷の表記をしない限り外見からは判断がつかない。また、元々保冷自体の表現が曖昧なために保冷しようながらも特に表記されない事例もあった。 特殊事例このウィングボディ仕様で日本の鉄道輸送用コンテナとして初めて登場したのは国鉄から民間会社としての JR 貨物に移行して2年目となりまた昭和時代末期となる1988年11月に20フィート型フルウィングタイプの1枚壁仕様として JR 貨物東北支社発注により日本トレイルモービル社の製造で登場した本来ならば JR 貨物関連の自社所有コンテナではあるが、なぜか CU コンテナ登録となる U28A-1 として登録された。また、通常、ハム用コンテナに多く見られる、五彩壁側のドアはついていおらず、両側のフルウィング開口部のみの2方向、開閉仕様であった。なお、すべてのタイプともに、ウィング位の開閉は、トラック等からの 24V 電源で開閉する。 このためにトラックに接続する電源ケーブル及び開閉コントロールスイッチ類が電源モーターや油圧ポンプを収めた収納箱と一緒にコンテナの片つま側に装備されている。また作業の便宜上、コンテナを積載するトラックにもコンテナとケーブルをつないだ時に使用できる開閉コントロールスイッチ類が装備されている。参考までに これらのウィングコンテナを製造しているメーカーの日通商事では開発経験を活かし国際運用とはなるが40フィート国際海上コンテナにおいて過酷な環境で使われることを想定してウィングの開閉にはあえて電力を使わず代わりに市販のインパクトレンチでコンテナの油圧ポンプを回して開閉するというユニークな構造を開発している以下にタイプ別の詳細を コンテナの登場順で記す。このコンテナは JR 貨物発足後に新たに生まれた種類である。フルウィング側面1枚使用このタイプは冒頭で説明した経過により日本で初めて登場したウィングコンテナで採用された仕様である。構造的にはすでに2から4トントラックなどで幅広く採用されていた側面壁全体が一体となって上部に跳ね上がる。 構造となっているが、その構造をゆえに跳ね上がる重量が増し、そのために開閉用モーターの負荷が大きくなるので、モーターも大きくなり、これらの機器を収めるスペースが、トラック仕様とは大きく異なり極端に制約される。このために30フィート級の製作には不利になってくる。また跳ね上がった側壁が、片側または両側へ2メートル弱程度せり出すので、 屋根のない屋外での雨天等での荷役時には重宝されるが逆に狭い通路側や道路沿いの倉庫などへこのコンテナを積載した状態で横付けした時に建物と車体の間が約2メートルほど取れない場合には側壁の開閉自体ができない恐れがあるなどの制約が多いこのためにこのタイプがトラックで採用されるのは特定の部品工場から特定の倉庫間など 双方の施設状況が分かっているような事例で多く採用され、逆に2 0先の施設状況のつかめない不特定多数向けには不利となるので、このタイプは敬遠されやすい。これらの理由からこのタイプとしての登録は、現状では、ウィングコンテナとして初登場した JR 貨物東北支社ながらも、なぜか私有コンテナとして登録された U28A-1 だけに等しい状況である。 セミウィング仕様鉄道仕様と同等の構造で4、トントラックに仮装された20フィート級セミウィングコンテナのイメージした参考画像。下側に垂れ下がっている横長部分は手動での作業となり30フィート級の場合は左右にに分割される場合がほとんどである。また画像のように最後部側が観音開きとなるタイプも多い。2番目の鉄道用ウィングコンテナとして JR 貨物が試作品で配備した30フィート型、両側開き、片妻開き仕様のいわゆる味方開きコンテナが今度は自社所有の登録で1989年2月に 42A から一番となった。構造的には全長が長くなったためにフルウィング側面1枚仕様での格子欠点を解消するために当時の格子サイズのウィングボディ式トラックに広く採用されていた。 側面壁の上半分が屋根部位と共に電動で跳ね上がり、残り下半分を作業員等による手作業で煽りと式に下へ垂れ下がる構造とした。これがセミウィング仕様として後のウィングコンテナの基礎となり改良を重ねながら多くの形式へと発展し続けて大量に登録されている。ただしコンテナの製作費は事故できするフルウィング側面2枚より、 使用と比較すると安くはなるが、側面下部はバーベル運動のように人力での上下作業となる。フルウィング側面2枚折り使用複雑なウィング展開構造のために特許を保有する日通商事が製作したコンテナに必ず表示される化石細胞子の警告シール。なお画像では13.2トン以上の貨物と規制されているが、この数値は コンテナ構造により変化する。セミウィング仕様の最大の欠点である、思い下半分、煽り度の開閉作業をする作業員のさらなる負担軽減を含む、作業時間効率化のために、31フィート型をベースとして、日通商事が特許を取得して開発し、日本通運が2000年に始めて U A、U47A-38000 番台として登録した、通称、 エコライナー31、形コンテナである。登場初期は、複雑な構造ゆえに故障も多く発生していたが、その便利性と効率の良さから改良され、また、登録個数も現代の深刻な運転手不足を反映して、数多くの事業者に好んで採用され続けている。また、業界団体である、全国通運連盟が導入を検討する。 企業等へお試し輸送での貸し出しと宣伝、展示用のために所有する U48A-38001 を使って全国各地の貨物駅での展示会ほか大型イベントホールなどでの各種物流関連イベント等でも積極的にアピールして普及拡大を図っている。さらに近年の深刻な人手不足による路線便トラック輸送等から これらのコンテナ輸送へシフトしやすくさせるために、コンテナの導入条件にもよるが、国や関連団体などからも、各種補助金の優遇制度が充実してきているために、今後このタイプの増加も予想される。特殊事例このコンテナは、JR 貨物発足後に新たに生まれた種類である。特殊事例、JR 貨物へ、試作的に配備された 20A 型で、反対側より積み込む。 画像手前側は開閉用の天板の根元となる、蝶津貝がついている。コンテナ本体の長手側の片側のみに取り付けられている、通常の観の開きドアより、コンテナの室内高さギリギリの高さに製作されている、専用ラックに積まれた積み荷を、フォークリフトで出し入れするときや、専用のラックに積まれた商品の上部をコンテナに積み込んだままの状態で結束する作業空間確保の、 たために考案された構造的には、コンテナの積み込み口側の上の屋根部を片端側で突っ替え棒状態で固定して、屋根全体を斜めに持ち上げるように考案されて、二役作業の効率化を図っている。イメージとしては、車のボンネットを持ち上げた状態となるが、開閉角度は摂取45度までは開かない。現状では、12フィート型で、 試作的に JR 貨物所有の 20A 型として1個のみ、製作された。その後に量産となった私有コンテナでは、その特殊な運用特性のために、現状では、全国通運ただ1社のみが、u 2 0 a 0番台と U200A-500 番台の両番台で、合わせて数十個程度しか存在せず、また、運用区間も限定されている。しかし、 近年の二輪車需要減退の影響で利用されなくなった。このコンテナは JR 貨物発足後に新たに生まれた種類である。特殊事例国際海上コンテナ同様に基本はドライコンテであるが、家庭用エアコンのリモコンくらいの大きさ仕様の縦長、小型通風口を主にコンテナの長手方向の側面等に数個程度を取り付けて、 いわゆる気休め程度の換気をしているコンテナも多数あるが、この程度では通風コンテナの区分とはならない。しかし旧国鉄時代に登録された20フィート型私有コンテナ UC5 形式のごく一部には後付け改造によりコンテナ4側面を帯状に覆い尽くす多数の通風口が取り付けられたもはや完璧な通風コンテナ使用ながらタンクコンテナで 積み荷の変更で時々見受けられる、危険物形式から、危険物形式へ改版されるようなこともなく、なぜか、ドライコンテナ区分で登録され続けていた珍品が、存在していた。判明している個体は、性能運輸所有、UC5 から3633編妻一方、開き仕様及び、グループ会社の、昭和性能運輸所有、 UC5 から5121編妻一方を開き、使用の2例である。その他にも、所有者独自に工夫を凝らした後付けの通風使用も、複数例存在してはいるが、ドライコンテナ全体の個数から見れば、特殊事例と同じように、ごく少数であった。特殊事例このコンテナは、JR 貨物発足後に新たに生まれた種類である。 特殊事例このコンテナは JR 貨物発足後に新たに生まれた種類である。日本国内の鉄道貨物独自の冷凍機付け冷凍コンテナの使用には外部発電機から電気ケーブルで給電する電動機付け冷凍コンテナ、集中式クールコンテナシステムとコンテナここに独立装着した小型発電機で直接給電するディーゼルエンジン付け冷凍コンテナ、 分散式クールコンテナシステム、さらに両方式をまとめた、併用式クールコンテナシステムがある。集中式、集中式クールコンテナシステム JR 貨物が所有する20フィート型の ZG-3 型電源コンテナ。画像左側のつま壁下部に設置された丸型コンセントより、ケーブルで複数の冷凍コンテナへ同時に給電ができる。 集中式での鉄道冷凍輸送は1988年から関東北海道区間の限定輸送で始まった。この方式で使用する冷凍コンテナは冷凍機が電動機駆動のため電源が必要である。しかし通常の貨車には電源装置がないため予備発電機と自動消火装置を搭載した二重系統仕様の発電専用電源コンテナとして 20フィートタイプのを積んだ貨車の前後を電源供給用引き通し電気ケーブルを設けた貨車で挟む形で積載する集中式が開発された。後期する国鉄時代からすでに運用されていた分散式では当時の機器類の耐久性問題や自動運転技術の未熟さゆえに長距離輸送の際には途中停車駅で多少の点検はあるものの それ以外は乗務員の目に触れないため、1万1、発電機停止などのトラブルがあれば、積み荷が変質するなどの恐れがある。また、自然災害などによる輸送障害時に予定外に長時間臨時停車する、時には、隠れ糸コンテナ搭載の発電機に燃料油をコンテナごとに追加給油するなどの手間もかかったが、 この集中式であれば、そのような致命的打撃はほぼ免れることができる。JR 貨物ではこの新しい輸送方法を集中式クールコンテナシステムと名付けていた。しかし、実際に始まってみると積載貨車が限定されるのみではなく、輸送トラックにも小型発電機を装備し、また発送車、乳化人療法においても参照。 交流 200V 工業規格の専用給電設備が必要となるなど、集中式では運用の自由度が極端に低かった。さらに貨車に積み込み、積み下ろしし時の付帯する多数の電源ケーブル接続や点検、機器の設定などの諸作業にも膨大な手間暇がかかった。このため、登録運用されていた集中式専用コンテナは、日本通運十二フィートタイプ5トン積載、 UF15A 型1000番台及び20フィートタイプ10トン積載誘拐 26A 型1000番台全国通運12フィートタイプ5トン積載 UF15A 型1000番台及び20フィートタイプ10トン積載誘拐 27A 型1000番台性能運輸20フィートタイプ10トン積載誘拐 26A 型1000番台の3社合計約60個程度に止まりわずか数年で中止されてしまった 以後、この方式は使われていない。ただし、その後に JR 貨物仕様の集中式クールコンテナシステムとは別に国際海上コンテナ輸送の需要が時代の流れと共に発生してきたので専用の電源コンテナより各冷凍コンテナへ給電する集中式を継承して随時以下の3ルートにて新規に輸送ルートが設定された ISO コンテナ 山陽スジルート JR 貨物が所有する20フィート型の ZG-3 型電源コンテナ。新たに始まった ISO コンテナ輸送で使用されるために福岡で1997年6月29日に留置中の姿である。1997年に山陽本線を使用して神戸港駅浜小倉駅福岡間で国際規格のコンテナが積載できるように 国旗104型改造コンテナ貨車を表す M マーク付けに重量編成で積載する長さ20フィート40フィートコンテナサイズでは通常となる高さ8フィート6インチを対象として輸送を開始した積載する冷凍コンテナへの給電サービスはすでに頓挫していた集中式クールコンテナシステムで余剰となった20フィート型電源コンテナ ZG 型を再利用した しかし、輸送実績は予定の半分以下と思わしくなく、取扱いの3駅には35トン級のトップリフターを配置していたが、1年で運行を終了した。主な原因は、関門トンネルや既存のトンネル等のルート設備が古く、現在のような低消火車も充実していない当時、すでに需要のあった9フィート6インサイズの、いわゆる ハイキューブコンテナが輸送できず十分な貨物量が確保できなかったためである ISO コンテナ東北筋ルート横浜本木駅仙台公駅間の国際冷凍コンテナ電源用 UG8D 電源コンテナ東北本線を利用して関東東北地方間で国際海上コンテナの9フィート6インサイズの聖高コンテナも輸送できることが確認され 1998年3月のダイヤ改正から国際会場コンテナ列車が新たに登場し、2000年10月からこの列車を利用して国際冷凍コンテナの輸送が計画された。なお一度の輸送個数が数個程度のために、従来の20フィート型電源コンテナは一切使用せず、新たに中村二役所有の私有2トン級タイプの 電源供給用専用電源コンテナ UG8D 型を2000年に5個新規に製作し、この電源コンテナから給電していた。この一連の国際冷凍コンテナ輸送が事実上、第2世代の集中式クールコンテナシステムとなった。しかし、2010年3月ダイヤ改正により、さらなる新しいルートへシフトするという、国の物流改善政策の影響で廃止されてしまい、 10年間の輸送実績を残して、横浜本木駅仙台公益間での冷凍コンテナ輸送は終了した。ISO コンテナ東北筋ルート ISO コンテナ東北筋ルートと時を同じくして横浜本木駅仙台公益間のルートと設備意識が入れ替わる形で新たに JR 貨物の子会社であった JR 貨物インターナショナル社が主体となり、 東京森岡間の新ルートを開設して、前回と同じように冷凍コンテナへ電源を供給するために、一回り大きくなった電源コンテナを、新形式となる UG15D があったとして、25個配備した。これにより事実上、第三世代の集中式クールコンテナシステムとなり、現在も輸送されている。ただし、その後初犯の事情により取扱量が縮小された。 ために、2015年からは直通運転ではなく、宇都宮でコンテナを積載した貨車をそのまま別の列車と合流させる、いわゆる貨車軽装の輸送方式に変更されている。また参考までに JR 貨物、インターナショナル車は、2016年3月に JR 関連会社である日本フレートライナーに吸収合併されている。このコンテナは、 JR 貨物発足後に新たに生まれた種類である、分散式エンジン付け、JR 貨物輸送用の分散式私有冷凍コンテナ。そこで、集中式の欠点を解消すべく、すでに国鉄時代に試作的に開発されていた核、コンテナに独立した小型ディーゼルエンジン発電機を搭載して、冷凍機を駆動する分散式が再認識され、本格的に導入された。 まず全期日の集中式が、まだ開発、運用されていなかった JR 貨物移行初期に、国鉄時代に運用していたコンテナに発電機を固定装着した20フィートタイプ10トン積載の UR5 型や JR 貨物以降に、それまでの実績を引き継いで、新開発された12フィートタイプ5トン積載の UF15A 型などが大量投入された。 しかしその後に登場した集中式との兼ね合いで一時期増備が止まっていたが集中式の終焉が色濃くなる頃より新たに登場した神経式 UF-16A 型と共に再び大量増備が始まりその他にも20フィートタイプ10トン積載、31フィートタイプ10トン積載など多くの神経式が 続々と大量に登場し、現在国内で流通している JR 貨物指定の鉄道支有冷凍コンテナは、大多数を占める分散式と、次節で述べる併用式の2種類で運用されている。この方式だと、貨車やトラックに発電機を積む必要が一切なく、コンテナ内部の温度センサーでの完全自動、運転により、発送者から入機人に渡るまで最大約100時間程度の、 無給油連続運転輸送ができる。ただし、これらの機器を組み込むためのコンテナ側面スペースの関係から発電機は1台のみで集中式のようなシステムの冗長性は一切ない。また、発電機設備が12フィートタイプ UF-15A 型、UF-16A 型の場合は非常に狭いスペースに押し込まれているので発電エンジンの高温排気熱や激しい振動に 長時間晒されており、日頃のメンテナンスが重要になってくる。これを怠ると発電停止による積み荷の変質事故のみならず、最悪は走行中に火災を起こしコンテナ本体や貨車、周りの環境に多大な被害を及ぼすことになる。なお、近年では連続運転時間に問題があったり、冷凍機器の故障が多い UF-15A 型の廃棄が急速に進んでいる。併用式前期 二種類の方式をまとめた、ちょい、デュアルモードではあるが、現状としては、近年新しく開設された福岡県博多港、中国間の高速フェリー輸送専用に、運用されている極稀なケースで、UF-15A 型の5トン冷凍コンテナで、使用されている。福岡貨物より国内への鉄道輸送中は、各コンテナに搭載されている独立した、小型ディーゼルエンジン発電機で、 冷凍機類を駆動させ、博多港のコンテナヤードフェリー積載時は、コンテナに内蔵しているケーブルにより、外部より給電を受け冷凍機類を駆動させている。なお、本体番号は、集中式に適用されている、バン区分の線ではなく、通常の割り当てである、UF-15A-841 から850が付与されている。青函トンネル対策過去に、 集中式クールコンテナシステムが頓挫した現在、本州と北海道を結ぶ青函トンネル内では、冷凍コンテナごとに搭載している小型エンジンで発電して冷凍機を駆動する分散式での走行火災事故や、またエンジンからの排熱による火災放置機の誤作動を防ぐために、エンジンを完全に一時的に止めなければならない。エンジンの停止、始動は、 青函トンネル前後の地上に設置された装置からの指令を無線受信することにより行われるが、受信装置が付いていないエンジン付け冷凍コンテナもある。リモコン装置が付いていないコンテナは青函トンネルの通過を禁止されており、それらの冷凍コンテナ両側面には青函トンネル通過禁止の表記が義務付けられているが、古いタイプには未表記も存在する。ヤンマー撤退と、その後中国、 CMC 社から輸入された本体。これに冷凍機が装着されて、ヤンマー醤油 UF-16A 型コンテナが次々と誕生し、そして数年後の売却リニューアル作業が行われた、故郷、水島港玉島地区の海上コンテナヤード。痛みの激しい内部の補修には、アルミステンレス溶接などの専門的な技術を要する、大掛かりな補修作業風景。 分散式で長年多くの輸送実績や荷主ニーズに対応して各種形式をリース及びレンタルにて大量に供給し続けてきたヤンマー株式会社が2000年代に入っても長引く不況と需要減退により2010年初頭より一部の長期リース契約中を除きレンタル及び分散式コンテナ販売より撤退したこの影響で それまで大量に保有していたレンタル用の新形式 UF-16A 型コンテナが初期登録グループで既でに対応年数を過ぎたり事故等で廃棄となった一部を除き大量に余剰となるもこれらはほとんどが登録から1年も経過していないために他社に売却することとなった売却に際し岡山県水島港玉島地区にて大規模な補修作業を行うこととなった 2010年2月から3月にかけて、水島港玉島地区内の玉島、ハーバーアイランド不当にて数十個ずつ集積し、点検整備、修理作業という流れで、これを数回に分けて行われた。これらの一連の整備完了後に、丸和通運を筆頭に、日本通運、高知通運、札幌通運、北海道通運、丸運、 エキスプレスコーポレーションなどの企業カラーに大掛かりにラッピングシートで塗り替えまたは簡素な社名のみの変更マーキング作業を経て売却された。なお、これらの余剰となった大量の UF-16A 型コンテナを全国から改装収集及び補修作業完了後の発送は最寄り駅となる水島臨海鉄道の東水島駅が担当し十数キロメートルほど離れていた。 整備拠点のコンテナヤードまでは陸路でトラックによりピストン輸送した。しかし、当時の不況や輸送需要激減の厳しい環境下ながらも、このように大規模な補修を受けて新たなオーナー企業のもとへと巣立っていったが、心臓部の冷凍機器類はヤンマー製には変わりなくわずか50センチメートルほどの奥行きしかない厳しいスペースに詰め込まれているこれらの冷凍機器類は、 火を追うごとに老朽化し、さらなる細かい整備メンテナンスが必要不可欠となっている。これに対してヤンマーは売却後、5年間に限り、維持管理に必要となる情報や、アフターサービスを行っていたが、2015年3月31日付で終了し、これをもって完全撤退を完了することとなった。変わった、使用方法、リーファーコンテナの変わった、 使用方法としては、冬場の寒冷地で特に凍結などを嫌う各種物資を凍結防止に保温目的で使用する場合もある。この輸送方法は、鉄道での冬場の北海道向け JR 貨物用、冷凍、冷蔵コンテナ輸送でもよく用いられている。また、冷凍機を切ってしまえば、普通のコンテナとなるので、季節や単発運用などで、 特定の地域に偏ってしまった場合にも、空コンテナとして改装する無駄な費用を抑えるために、通常のドライコンテナと同様に、帰りにを確保し全校の本以外にも年間を、通して全国的に冷凍以外の通常貨物も輸送している。旧国鉄時代より、国鉄の自己所有として、R10 型が主役として登場し、その後昭和47年より、 民間事業者へも登録が解禁されると UR1 型として時代と共に発展し続け続く JR 貨物移行後もコンテナ容積単位を新形式として数多くの派生形式が登場していくその中でも特に特記事項として以下のほぼ専用輸送用として保冷性能の向上や200面での使い勝手なども考慮されながらさらに進化し続けている 鮮魚専用重冷蔵タイプ UR1 から601、日通障子所有、日本通運仮受け。鮮魚輸送用に特化した冷蔵コンテナのために、塩害により、中央ドア株の腐食が激しくなる。この宿命的な環境ゆえに、床下中央部位にある車両へのロック装置の強度も、著しく低下するので、鮮魚輸送用は、比較的短命で廃棄される。昭和年に、 東急車両大阪工場にて製作されたコンテナは、鮮魚専用重冷蔵タイプの試作第1号として、UR1 から568の国鉄登録形式番号を付与された。冷蔵コンテナの用となる外気温をいかにして庫内へ伝えにくくするかという性能を表す数字として、熱管流率単位で0.28という、当時の標準的な冷蔵コンテナの約1.8倍。 近い高性能を誇っていた。またこの試作品は、当時各種の私有コンテナを製作していた、同業者の富士重工や、日本車両と三社共同連盟で統一パンフレットを作り、共同受注を模索した。なお、この方式は、いわゆる商売的同士が共同線を組むという前例のない販売スタイルとなったが、結局 JR 貨物以降後の形式変更を、 含めても通算でわずか数百個程度しか制作されず、しかも、東急車両と富士重工で、ほぼ半々の受注となり、日本車両は全く制作されなかった。また近年では市場への引っ込み線廃止や、高速道路網の発達で競合する、トラックなどの輸送体系の劇的な変化、さらには、鮮魚輸送の宿命的とも言える、魚類特有の匂い付着の影響で、 一般雑貨などの帰り荷が積載できず、ほぼ空ン状態での開始改装による無駄な運賃の発生により、輸送手段としての競争力を失ってしまった。その他、積み荷による塩害腐食により室内はステンレス仕様のために、さほどの影響はないものの、コンテナ外観の激しい腐食は避けられず、特に両側面についている積み込み口のドア周りや、 積み込み口下部の中央付近に設置されている車両との近底装置の致命的な強度低下による短命廃棄などの事情が重なり、現在ではこのタイプは製作されておらず、また実際に使われているコンテナは、ほぼ全滅状態と思われる。冷蔵、通風圏用タイプもともとは、国鉄時代に所有していた旭川、筑前通協会や日通のコンテナのドアや横壁の一部分に、 冷媒として使用されるドライアイスのがすぐき用として台所用換気扇ぐらいの光景をしたスライド式シャッター内蔵式の簡易的な通風口が取り付けられたのが始まりである。その後 JR 貨物に移行後から日本石油輸送が新型の改良型通風口を取り付け冷蔵通風兼用タイプとして今日に至るまで 大量に供給し続けられて、主にレンタル用として広く、効率的に利用されている。改良型超高性能冷蔵タイプさらに2010年代に入ってからは断熱材の新素材が開発され続け、使用条件によっては、性能のやや落ちる冷凍コンテナにも匹敵するような、さらに高性能冷蔵コンテナも開発され、形式から、 スーパー UR と呼ばれる新型も登場している。このコンテナは JR 貨物発足後に新たに生まれた種類である。危険物 JR 規格の20フィート型、危険物エチレン専用のタンクコンテナ日本国内では、化製品輸送用の JR 規格12フィート型や20フィート型のほか、液体産業廃棄物輸送用の12フィート型、鉄道コンテナなども存在する。 東日本大震災関連の災害瓦礫を運ぶ観論開き式の天板を備えた無害コンテナ。岩手県大土町2016年9月14日撮影。日本国内の鉄道での定義では、主に屋根板がなく、常に天井が開放状態または雨風等を避けるために、屋根板の代わりに各種のシート類で覆いかぶせることのできる。あるいは、屋根板が、 観音開き等の構造により自由に開放できる構造を備えている特殊なコンテナである。共通している主たる目的は天井部位からの貨物のスムーズな出し入れである。このコンテナの呼び名は国際コンテナで使われているオープントップコンテナなどとは違い、日本の鉄道独特の呼び名として無害コンテナと呼ばれていて、コンテナの用途別に付与されるアルファベット付き形式でも、 ローマ字読みの頭文字となる M が付与されている。初めて登場したのは旧国鉄時代の1970年に国鉄自身が所有していた5トン級で屋根にホロをかけた M90 系10トン級ではフラットラックコンテナタイプで両側の側壁は煽りと敷と6本の柵柱を組み合わせた M900 系及び汎用コンテナの屋根にホロをかけた M901 型で 各一個ずつの試作コンテナであった。しかし、国鉄はこれらの特殊コンテナは以後、すべて民間資本を利用した、私有コンテナへ移行し、所有者夫の輸送事情に応じていろいろなタイプが登場した。さらに現在の JR 貨物になってからは、特殊な各種の製品輸送、土木工事からの残土輸送、各種の廃棄物輸送などの複雑な積載物や、 生活スタイルの変化に伴う密閉構造をした各種のタイプへと発展し続けている。なお、国鉄時代からも含めて以下の3タイプに対別される。私有コンテナとしての登場継書形式として登場時に登録された標準的なタイプとなる日本通運所有のうむ5からに無害コンテナ。1994年10月2日、東京にて、 私有コンテナとしての第1号は、20フィート型10トン級、ドライコンテナの屋根を完全に取り払い、代わりにホロをかけて真上から、クレーン等でも荷役ができる箱型として、1970年10月に、当時の国鉄により、西岡山駅隅田川駅間で、初めて私有コンテナの輸送が開始された時に遡る。登録企業は、国鉄時代の登録という、 時代背景もあり、旧式によるコンテナ形式の付与により、日本通運が、うむこから一として、また同時に、福山通運からは、特殊事情により、大口契約ユーザーとして、うむこから1001という、いわゆる、千万番台分けとなった2社より登録された。このために、正式な第1号登録となったのは、文献によっては日本通運あるいは、福山通運などと分かれている。 またこの2社に続き、1973年10月までの3年間に、さらに複数の企業からすべて、箱型として、ウム5から1から57及び、福山通運専用として、ウム5から1001から1112までの合計169個が、箱型タイプとして集中的に登録された。しかし、その後の需要減退と、物流事情の大きな変化により、 1987年の中頃までの長期にわたり新規登録が途絶え、それまでに登録された個体も新しいものでも約14年ほど経過しているために次々と廃棄されていった。その後、財政難にあえぐ国鉄末期の1987年に入り民間資本のコンテナといえども輸送効率を上げることの重要性が高まった。特に片道輸送になりやすい。 この無害コンテナの効率の良い往復輸送を目指すためにそれまでの10トン級における箱型一辺等の登録にこだわらずトラックの平ら二台のような構造をした多彩な貨物が輸送できる新型コンテナが日本フレートライナー所有で14年ぶりにウム5から58番としてまずは試作的に1個のみ登場した。なお、続番は 同タイプの一部改良型が20個登録されている。これらの10トン級登場に遅れる1年後の1971年、5トン級のウム1系無害コンテナとして、箱型ではなく10トン級の末期に登場した平2台タイプが石川島春馬重工により、自社製品の製造用素材輸送用として、ウム1から1から27番までの27個が初登録された。 その後、同社造微分の箱型で2個及び、クルメ運送より60個の箱型が、連番で登録された。しかし、一転して、特殊化学製品の三塩化チタニウムや、アルキルアルミニウム専用容器の専属輸送用に、平ら二台タイプが再度、1から10年ほどの間隔で複数回に分けて、うむ1から90から118番までが登録され、続けた。その後、 需要低迷などによりこれらのいわば、専属的に登録された以外では、同タイプで、日本フレートライナーから、車輪輸送用として119番が登録されるも、以後は、すべて新会社となった JR 貨物により、新形式で登録となる。なお、新形式では、形式数字1から2桁の部位が、無害コンテナのみ、個々の床面積により決定されるが、 他の各種タイプのコンテナ同様に足した際で複雑な形式へと発展し続けている。単独弁改装雑貨用タイプ日本ツーンの地方の出先である新日本製鉄大分事業所が新日本製鉄専属輸送用として1個のみ、登録している両側煽り土解兵式の UM8A-116 番ローゲートタイプ。定義としては コンテナの高さに関係なく、あくまでも、空コン時は個別に改装することを目的とし、ダンプ式を除く無害コンテナを指す。用紙としては、通常の箱型もあれば、箱型コンテナと比べて、背丈が3、4ほどあるいは、1、2から1、4程度の高さしかなく、さらに空コン時の改装コスト削減のために、2から4段に積み上げて1個の単体として、 段積み固定するためのツイストロック等の固定装置は一切ない。このために、このタイプで登録している個体は、基本的には往復いずれの場合でも何だかの積み荷があるという、ある意味、ほぼ固定された専属的な輸送形態であることが基本となっている。また一部のごトン級で見られる事例のように、登録数が1個のみまたは数十個の登録があるものの、同時に、 複数個を同じ宛先へ輸送することがほとんどなく、物理的に片道輸送となる事例もある。さらに、特記事項として、レンタル的に単発で提供される場合では、特殊なコンテナとなるために、使用後の常備場所までの空コン回送料金を請求される場合もある。この他の事例として国鉄から JR 貨物へ移行後に、業務用で貨車等の車輪輸送事例や、 JR 貨物もまた一民間の貨物輸送会社となるので不特定多数を対象とした一般雑貨輸送用の同系無害コンテナを多少なりとも保有している。なお、国鉄時代から伝統的に続いている特殊容器等を抱き合わせて往復輸送に関するタイプはアダプター用親子タイプの項で記述する。単独弁回送ダンプ用タイプ強のダンプ用タイプの 基礎を作った、川崎市環境局所有の1、2サイズ型、UM11A-1075、焼却倍輸送用コンテナ。定義としては、コンテナの高さに関係なく、あくまでも、空コン時は個別に改装することを目的とした、ダンプカーの荷台部分と同じ構造のコンテナを、積載したトラックの荷台装置により、コンテナ全部を持ち上げて、 後部側の下開き形妻壁を開放し積み荷を一気に排出するリアダンプタイプを指す。また積み込みは天井部位が積み荷の飛散防止や周期漏洩防止のために設けられた密閉系の観音開き構造で全開した開口部より投入する。この構造を持つ段積み用のツイストロック等の固定装置は一切ないコンテナを指すが背丈は ドライコンテナの箱型と比べて、1、2程度のものから箱型そのものの大きさまでと、いくつかの背丈タイプが存在する。なお、後期となる、ダンツ返し階層雑貨用タイプも含めて、背丈を問わずこれらの、リアダンプタイプとして、初めて登場したのが、1995年10月から、始まった生活ゴミの専用貸し切り輸送列車、クリーン川崎号で使用される。 専用コンテナである。この輸送にあたり、現、川崎市環境局が所有、運用している1、2、セッタタイプである、新名和製作の有無 11A 型の1000番台割り当て及び、当時コンテナを大量に製作していた富士重工が、製作した箱型状の背丈のある有無 13A 型の1000番台割り当ての2種類を、手始めとして、その後に、 全国通運への委託輸送のコンテナ形式も含めて2形式の専用コンテナが追加配備されて今日に至っている。残土輸送終了後3年以上経過してもわずかながら売れ残っていた首都圏建設資源高度化センター表記の UM12A-5127 コンテナ。2002年3月1日埼玉、越谷にて撮影。 1997年1月からは、埼玉県の JR 大宮駅近くで始まった、埼玉新都心建設工事で発生する大量の残土輸送を担うために、川崎市の事例で実績を積んだ、新名和が新たに開発した残土輸送専用の私有コンテナ、UM12A 型の5000番台が登場した。コンテナの所有者は、1991年6月に、 埼玉県を含む関東近県の複数の自治体及び建設関連企業等が出資して設立された残土管理団体となる民間企業である首都圏建設資源高度化センターが環境省からの補助金を受けて二百個以上を所有した残土輸送は専用のコンテナ車を用い一両にこのコンテナを三個十六両編成で計四十八個積載し大宮三沢 熊谷間を1日に3を往復した。この残土輸送は、約2年後の1998年12月に終了した。終了後、不要となったコンテナは、容積の関係で二段積み改装はできないものの、この斬新な輸送方法が評判となり、また複雑かつ増え続けていく、産業廃棄物等の安全な処理策が検討され、始めていた時代の背景も重なり、 各種の参拝輸送や関連する事業などに売却、転売されて多くの企業が運用した。これらの廃棄物輸送事例が土台となり、以後今日まで多くの多種多彩な輸送事例へと発展し続けている。なお、その後の新規の登録形式では、JR 貨物直後から変更となったコンテナ容石を元に付与形式の二桁数字部位は、この無害コンテナ系の場合のみ、 個体個々の床面積をもとに付与されているが、致命的な弱点である背丈が1、2を超えて、段積みができないこれらの形式別で見ると、ウム12系での登録は、なかなか見受けられないようである。また、ウム12系での積載物では、積載重量の割には、比較的溶石の増えやすい傾向のために、これに伴いコンテナの背丈も連動して、自然と高まり、 特に見られる傾向としては輸送中で乗せた家の最大規制値に対して1、2をやや超えてしまうために積み木の性質上、比較的同一区間を定期的に往復輸送するために空今回送時に経費節約できる段積みができないという例も見受けられる。この点に関しては近年、旧式コンテナ車が全廃され、すべて国0 0系に入れ替わったために一部で続いていた。 コンテナ本体の背丈規制もなくなったことから、今後の二段積み事例の増加が期待される。この積み込みで、陸前高田市からの最終搬出となる、震災が歴輸送中の全国通運所有ム、UM、8 a 2 7 1特記事項として、2011年3月11日に起こった東北大震災以降では、大量に発生した、 震災がれき類を効率よく運ぶために軽量かつかさばる積み荷の性質も相まって日本通運及び全国通運の2グループに分かれて統一仕様の数百個に及ぶ大量の5トン級箱型無害コンテナウム 8A を中心として10トン級の箱型も交えて新形式も登場した。これらの特殊な事情ゆえに段積みのできない箱型ながらも ダンプアップして排出する方式の無害コンテナが各種補助金制度の支援もあり次々と登録された。この箱型ダンプ式ではコンテナ上部が観音開きに開く構造は変わりなく採用され続けているが後部の排出方式では一部の事例を除きほとんどの場合はドライコンテナと同様に観音開きを採用している。これはコンテナ容積が大きくなった分 積載容量が増え、また、何より、瓦礫等の性質上、事前に、選別や、破砕処理は、厳重にしてあるものの異形物や絡みやすいシート状の、積み荷も多く、従来の妻壁が上からぶら下がっている状態では、排出の時間がかかるために、あえて後部間口が全開する観音開き方式が、積極的な採用されている。なお、これらの瓦礫を容易に運べるコンテナは、 東北大震災関連の瓦礫輸送が終了した後は一時的には余剰になるが近年全国で起こる災害の現場において引き続き活躍している詳しくは災害とコンテナの関わりを参照その他大規模な土木工事などで利用されやすい総括的に一列車を貸し切る別件では2017年5月27日から3年間にわたり うむ 12A-15000 番台を使用した、梶じが貨物ターミナル駅大木町駅先にある、三井不当までの、リニア新幹線残土輸送事例での登録で、全国通運所有で150個登録による、輸送実績もある。このコンテナは、JR 貨物発足後に新たに生まれた種類である。段積み返し回送雑貨用タイプ画像は、改良型として二十個が続番登録された。 グループだが、外観やカラーリングはほとんど試作品の有無子から58とは変わらない。ただし、すべての個体が後年に、両側の細い横柱柵から板状の煽り戸に改造されて売却された。1987年11月、大阪府、元、梅田貨物駅にて撮影。国鉄末期の1987年に、それまで、 輸送効率の悪かった箱型20フィート級10トン積み向かいコンテナが輸送効率の改善を図るためにトラックの平ら二台のような構造で多彩な貨物が輸送できる新型コンテナウム5から58番として14年ぶりの新規登録で登場した基本的な目的は全国通運と同様に国鉄の資本が入った重要市会社でもありまた 全国の主要運送企業のまとめ役でもある日本フレートライナーが三家の企業が扱う小口の引っ越し貨物を新規に開発したミニコンテナに詰め込みこれを一度に2個積載して20フィート級のコンテナとして輸送する。また帰り便には空になったミニコンテナに一般雑貨荷,荷物を乗せてこれにより土台となるウム5系コンテナを往復利用して 稼働率を高めるために開発された。しかし、当時はまだ鉄道での引っ越しには、国鉄の主力コンテナであった12フィート級5トン積み汎用コンテナが圧倒的なシェアを占めていたなどの時代的な背景もあり、このミニコンテナ輸送計画は結局短命に終わってしまった。また、最大の特徴は1万1片道利用のみで、 同様のコンテナが一箇所に滞留した場合に備えて、最大三個を段積みして一個の箱型同様の高さにし、本来であれば三個別々に回送料金がかかる、無駄を単独の回送料金に抑えられることである。ただし三段積み掃除には、現代のように簡単に段積み作業のできる上部、四隅のツイストロック式ではなく、 一段目プラス二段目プラス三段目と上下同士を思うのに、付属のワイヤー数本で縛り上げるという積み、付け方法が輸送の絶対条件であったために、これらの小ましめ作業の手間がかかっていたのが難点であった。この引っ越しアイデアでは失敗したものの、その特徴的な構造を生かし、続番となるうむこから59から78番までの20個では、片妻川の板壁を、 観音開きに改めて車両の出し入れがしやすいようになり、改装が必要となった乗用車輸送や二トン級トラックの半製品輸送等にも応用された。なお、このコンテナにミニコンテナを乗せるという斬新な方式は、後に小口需要により生まれた無害コンテナとドライコンテナを組み合わせて開発された日通所有のウム QA 型へと大きく発展していく。 特殊講輸送用として、ウム 11A-8000 番台として数個の存在が確認されていたが、現在は消息不明である。このコンテナは JR 貨物発足後に新たに生まれた種類である。日本国内の鉄道輸送に関して、現在はこのクラスに該当する形式は存在していない。ドライ区分、タイプコンテナの屋根が、かまぼこのように丸みを帯びた箱型で、 上下2段に分かれる20フィートタイプ及び U41A 型から9500番台と丸みを帯びた箱型で一体型で30フィートタイプ。他に通常のドライコンテナの庫内を改造して乗用車1台と小荷物を混載できる引っ越し用の20フィートタイプなど3通りの方式に分かれていた。このコンテナは JR 貨物発足後に新たに生まれた種類である。 無害区分タイプ m 十一 a 型、m 十五 a 型、m 二十 a 型及び、自由コンテナ形式として、ウム固形ウム二十 a 型から三万万台が存在していた。通風区分タイプ自由コンテナ形式として、軽自動車輸送専用に、u v 十二 a 型から二万万台が存在していた。しかし、軽自動車の車体寸法規格が変わり輸送できなくなってしまったために、 早々に淘汰され現在は存在していない。このコンテナは JR 貨物発足後に新たに生まれた種類である。1987年11月に JR 貨物による20フィート型の U8D-1 が製作された後、1988年4月に20フィート型の U10D 形式、同年7月に専用記号が付された12フィート型の ウル 4D 形式が登録されたが、その後は L 記号は用いられず、12フィート型の U4D 形式として増備された。その後、2019年4月までに U8D 形式8個、U10D 形式1個、U4D 形式22個が登録されていたが、すべて除籍済みである。なお、一部文献では、ウル 13D とされる形式も記述されているが、誤植とみられる。 このコンテナは JR 貨物発足後に新たに生まれた種類である。特殊事例が運用されていたが2019年4月現在は除籍されている。その他には鉄道用形式を持たないミニコンテナ輸送として JR 所有の M2A 無害コンテナや私有コンテナ UM14A-5000 番台へ小型水槽を積載する事例もあった。このコンテナは JR 貨物発足後に新たに生まれた種類である。ごく一部の民間所有事例を除き、基本的には JR 貨物が所有して、貨物輸送鉄道事業業務を陰ながら支えている、国士役の非常に珍しいコンテナ類を指す。交換用台車枠輸送タイプ交換された TR223 回形台車。国規5万形式コンテナ貨車の台車枠で発生した。 亀裂対策のために行われた大枠取り替え工事に伴い輸送用に急遽特別に製作されたラック型のコンテナ。短期間に大量の台車枠をメーカー等で修繕工事を行う必要が生じたためにおよそ100個ほどが神経式 ZM6 型として1993年に作られた構造としては平らな床上の平面四隅にそれぞれ独立して 垂直に立っている柱に装備されている専用の留め金で交換用台車枠を平行に支え、これを3段積載できる、ある意味、ラック型のコンテナである。しかし、亀裂事故が多発し、それに伴う安全確保の観点から取り替え工事を急いだために、2年にも満たないごく短い期間のみ、活躍するも交換作業完了後は特殊な構造ゆえに、 転用されることもなくすべて廃棄された。このコンテナは JR 貨物発足後に新たに生まれた種類である。四重搭載タイプコンテナ積載車両の性能や線の等の輸送耐久測定等で実際に荷重をかけるときに使うために規定重量の貨物の代わりに大型の砂袋やコンクリートの塊などを積み込んだ、いわゆる重り役の専用コンテナ。このコンテナは JR 貨物発足後に新たに生まれた種類である。その他、特殊事故級、国鉄時代にはその時代に応じた、事業用や試作的なコンテナも、少数ながら存在していた。代表的な事例としては、当時は貨物列車に車掌上部の制度があったので、編成末端につけるコンテナ関係者がある。この事例は、 コンテナ車と車掌室を一体型で製造するのではなく、車掌室部分を5トン級のコンテナとして積載し、古機を古機不代用にする。というが考案され、外見は前日のコンテナ環球車の車掌室部分に似ているが、別パーツであるため古機不一万型と違い車軸、発電機が使用できないことから内部に発電装置が搭載されていること、テールライトもデッキではなく、つまめにあること、 屋根が5トンコンテナのように平らになっていることなどが異なる。詳細は国鉄 S90 系コンテナを参照。他に旅客駅のバリアフリー化のために設置されるエスカレーター輸送用のコンテナと同じように大規模な鉄道用を電話網の付設に使うクロスバー式交換機の輸送のために専用の5トン積み14フィートタイプの特殊な構造を 親した C93 型コンテナもに制作された。航空機用コンテナは、その飛行機という脆弱かつ繊細な構造的な要素や全ての機体が航空管制されているために、例えば会場用コンテナのように国際用と国内用での違いがあるわけではなく、航空コンテナとして管理されているので詳しくは、輸送コンテナ、航空コンテナを参照されたい。 災害の多い日本では災害とコンテナとの関わりは非常に深く特に阪神・淡路大震災以降度重なる巨大地震や全国各地で発生している大水害による大量のがれき、土砂等の搬出輸送や初期対応時の緊急支援物資や車両の輸送にもその進化を発揮している阪神・淡路大震災以降二十数年間の間に 各種の新しい素材や製作及び応用技術の飛躍的な進歩があり、また多大な犠牲者や甚大な財産的損害を受けた、官民が一体となっての法律改正や、各種の規制緩和等により、参拝や土砂などを効率よく運ぶ新型の各種コンテナや、JR 貨物の12フィートドライコンテナの上部四隅、吊り上げ用装備の重点配備が進んだ。宮城県小川町では、 2011年11月に東日本大震災被災地向けに海上コンテナを使用した多層式仮設住宅の入居が開始された。コンテナや紙缶を利用した建築で知られる建築家の坂茂に小長町が打診して設計されたもので平らな土地が少ない小長町に対応するため日本の仮設住宅としては初の3階建て構造となっている。 平成25年10月の平成25年台風第26号に伴い発生した伊豆諸島大島町の災害廃棄物を平成26年1月30日から平成26年10月16日まで東京都内7つの清掃工場で受け入れ処理をすることとなった。これに伴い先の東北地震で震災が歴輸送の一環として使用され、 その後に輸送が終了し余剰となっていた JR 貨物認定の鉄道輸送用 UM8A 形式の無害コンテナ166個を新たにリースで借り受け大島元町港東京都の辰巳不当館の船舶輸送用として準備した。なお、この UM8A 型はもともとコンテナ株を大型フォークで持ち上げての二役作業を想定していたために船舶輸送で必要となる。 コンテナ上部四隅に吊り上げ用のフックホール等がないので輸送工程の半数以上を占める海上輸送での釣り上げに役作業を円滑に進める必要性から急遽コンテナ上部四隅の柱を切断してツイストロック用のホール付けブロックを1コンテナあたり4個を溶接加工して吊り上げ2役ができるように改造を施し輸送体制を整えた 平成28年熊本地震により発生した大量の災害廃棄物を県外の廃棄物処理施設において広域処理するため東北震災で初めて登場し輸送終了後に待機状態となっていた大栄環境者所有のハードトップコンテナを再利用して輸送することとなった28年6月より熊本市内の仮置き場においてに詰め込まれた災害廃棄物を 日本商運株式会社が熊本港から三重県の廃棄物処理施設に向けて大阪港まで海上輸送し大阪港からは陸路で輸送された。写真は今回の輸送のために熊本港コンテナターミナルに積き上げられた大量のハードトップコンテナ群岡山県岡山市内の港に開設された。 内航線による JR 貨物の鉄道コンテナ代行輸送の作業風景。7月8日8時までに北海道を含む国内各地から中国地方及び沖縄を除く九州地方全域へ接続する唯一の鉄道貨物輸送ルートである山陽本線をはじめ東海道本線、北陸本線を走行する列車を中心に355本の 貨物列車が運休となった。山陽本線の被災が長引いているため、関西伊東と九州間の貨物列車が長期にわたり運休となり、トラックによる代行輸送と内航線による代行輸送の各ルートを確保した。岡山県内での対応状況2018年7月5日から岡山県や広島県及び山口県内の各地で発生した。 平成30年7月豪雨の影響により、3県内の山陽本線で複数箇所において、線路喪失を含む大規模な輸送障害が3ヶ月以上にわたり発生した。これに伴い、もともと岡山県内の拠点となっている JR 貨物岡山が、今回の輸送障害区間では、事実上の東側の終着点駅となった。この影響で、 福山通運の30フィートコンテナのみを1列車が仕切っている福山レールエクスプレス号を積載したすべてのコンテナをはじめ全国からの九州地区向けの大口宅配や冷凍などで大量に扱われていた20フィート及び30フィートの大型コンテナをすべて岡山で臨時に取り扱うこととなった岡山ではこれらの大型コンテナを最優先輸送させるために 広島や山口へのトラック代行を輸送する臨時のトラック便が県外外から一気に集中し、二役能力の逼迫となってしまった。また、岡山県内の水島臨海鉄道の拠点コンテナ駅である東水島駅への関東からの定期列車は、本来はこの岡山で一部のコンテナの取り下ろしと機関車を付け替えてから東水島駅へ中継へ輸送していたので、 この関東便に関してはさほど問題はなかったが、通常の東水島駅から岡山で中継して、九州向けのルートが立たれてしまった。この高い策として、東水島駅九州向けの入出化ルートと、事実上岡山では、大型コンテナ以外は取り扱いできなくなり、そのあおりで近隣の姫路貨物駅や神戸での置き去り気味で滞留し続ける十二、 フィート型ゴトンコンテナの輸送を確保するために、中四国地区としては初めてとなる船舶を利用した災害時の鉄道代行輸送ルートとして、福岡県北九州港までの船舶輸送が始まった。担当港は、東水島駅の再帰港となる水島港を利用すれば一番効率も良く、また駅から港までの輸送費も抑えられるが、 当初予想されていた約4ヶ月もの期間を一貫して使用できる用地の確保する見通しが立たず緊急暫定的処置として初日の7月18日から約1週間程度の短期間を地元の水島港で取り扱うこととなった7月下旬からは200不等式地や200設備の受け入れ準備が整った東水島駅から陸路で 約30キロ離れた岡山市南区の岡山港福島埠頭で8月31日までの期限付きで着地港の変更なく水島港から引き継がれた。さらに9月1日からは積み残しや陸路の輸送待ちで安全に夜間でも留置できる設備の確保先として200埠頭がフェンスで完全に区画管理されて専用使用できる。 陸路で約3キロ離れた川口対岸の岡山市東区にある新岡山港高島埠頭の一角が用意された。この3度目の移転先として一連の代行輸送が最終日となる9月28日の下り便の出港まで続いていた。コンテナの本来の目的は貨物を運ぶことである。しかし近年の産業構造の大きな変化や日々生まれ続ける 革新的技術等を組み合わせて、現代では、コンテナとは貨物を運ぶ容器ではこと足りなくなり、以前では想像もつかなかった、使われ方もしている。その代表事例が、世界的な流れとして、従来の貨物輸送だけではなく、各種の機器類や設備そのものを運び臨時の設備、あるいは、それらを収めてそのまま据えつけて、固定した、設備の一部として利用することである。 例えば、2000年代後半からは、日本国内でも、各種の通信技術や、新しい自然エネルギー開発による、発電等の飛躍的な発展に連動して、電力系統の蓄電池類や非常用発電機ほか、サーバー設備や離島、壁地、山間部等でのライフライン設備を収納するなど、それらを必要とする友人、無人を問わず幅広い施設での新しい利用方法が、生まれている。 特に日本では建築基準法による規制の関係からコンテナ型データセンターの利用が難しいとされてきたが2011年3月25日付で多少の条件はつくものの設置規制が緩和されコンテナ型データセンターのうち通常事務人で運用されるものについては建築物として扱わないこととされたため機器を収納する施設への投資が少なくて済むなどの利点を生かし コンテナ型データセンターの設置が始まっている。国外のイベントで使われていた20フィートコンテナをベースとしたトイレ。ありがとうございます。